ペトルス・カンパー・オランウータンのハン・ペトルス・カンパーは、オランダの医学者、博物学者である。オランウータンの解剖学研究を行い、顔面核を人と比較した。名は、ペーテル、または、ピーテルとも、ライデンに生まれた。ライデン大学で医学を学び、1750年に、フラーネカル大学の医学の教授となり、1755年に、 アムステルダム大学の外科の教授、1763年にフロー人間大学の外科と植物学の教授となった。1773年に大学を辞め、ヨーロッパを旅した後、1787年に国務院のメンバーになり、ハーグで没した。著書に解剖学、病理学デクローディック・シャニーなどがある。カンパワーの研究は、 ヨーロッパで珍しかったオランウータンを集めて解剖し、死死や口頭を調べて、直立歩行や言葉を話すことができないことを示した。額の頂点から、上顎の門子の中央へ引いた線と、時効から美化へ引いた線との交わる角度が、サル類や類人ザルと人間の間に差のあることを示した。カンパーはその著書、様々な地方と様々な年齢の人間の要望の際についてにおいて、 企画解剖学的な実証を用いて、猿、オランウータン、古代ギリシャ彫刻、カルムイク人、黒人などの人種や、子供から老人までの年齢差の違いを簡単に描き分けるために、顔面角を美術理論として提示した。カンパーは古代ギリシャ彫刻を最後尾としつつも、序文の中で人種差別的な意図を否定しているが、 後の優勢学や人種論の言説で誤解された、用いられ方をされた。カンパーの顔面核理論は、ゲオルク・フォルスターなど同時代の自然科学者たちに支持された。新訳ダンネマン大自然科学史、ダンネマンチョ、安田徳太郎役、賛成堂、復刻版 ISBN43 億85361061、森2015、 ピアニッシモ243から 254? ありがとうございます。